2021年5月23日の4978便の飛行経路ベラルーシ空軍のミック -29、ライアンエアー4978便はギリシャのアテネ国際空港発リトアニアのビリニュス国際空港儀の EU 圏内の国際旅客定期便である。2021年5月23日、当該航空機はベラルーシの領空で アレクサンドル・ルカシェンコ大統領の命令により、ベラルーシ空軍の戦闘機の擁撃の下で、ミンスクナショナル空港に緊急着陸した。その後、乗客の一人、ベラルーシの野党系政治活動家、ジャーナリストのローマン・プロタセビッチが、ベラルーシ警察により逮捕された。2021年5月23日、ライアンエアー4978便は、 ビリニュースより 83km 南、ミンスクより 170km 西のベラルーシ領空で機内に爆弾が仕掛けられるとの通報があるため、パイロットはベラルーシの管制官から機内に潜在的なセキュリティの脅威があると通知され、ミンスクナショナル空港に緊急着陸するように言われた。当時に機内に171人の乗客がいた。着陸後、 ベラルーシ政府によりいくつかの犯罪で告発された、ベラルーシの政治活動家、ローマン・プロタセビッチが飛行機から連れ去られた。ベラルーシの報道機関によると、大統領、アレクサンドル・ルカシェンコは、飛行機をミンスクに着陸させるように命令し、ベラルーシ空軍のミック -29 戦闘機を、溶撃に送った。ベラルーシの政府通信シャベルタは、 パイロットがミンスクに着陸するよう要請したと述べた。ライアンエアーとベラルーシの警察当局はいずれも機内で爆弾は発見されなかったと述べた。プロタセビッチとその友人以外にも別の乗客4人は5月23日時点でリトアニアに入国しなかった。ベラルーシの野党指導者スブヤトラーナチハノースカヤは ICAO に対して事件の調査を求めた。 プロタセビッチは2020年の反政府抗議における活動のためにテロ活動に関与した個人のリストに載せられていたため、チハノースカヤはプロタセビッチがベラルーシで死刑に直面していると述べた。チハノースカヤに近い情報筋によると、プロタセビッチ自身がアテネ国際空港にいた時、監視下にあることに気づいた。彼のメッセージの中で、 空港と税関の行列で隣にいた男性が彼の旅行書類の写真を撮ろうとしたと述べた。また、プロタセビッチによって設立されたネクスタというテレグラムチャンネルのメンバーであるタデウスギザンによると、ベラルーシ系 g b の工作員が飛行中に機内に即席爆発装置があると主張し、ライアンエアーの乗組員と衝突したことがあった。リトアニア国際空港のスポークスーマン。 リナベイジンはミンスクナショナル空港から乗組員と乗客の間に衝突があったため飛行経路が変更されたと伝えられたと AFP 通信社に語った当該航空機はミンスクに到着した7時間後に再び出発し8時間半遅れてビリニュースに到着した航空機がビリニュースに到着した時少なくとも2人のアテネから搭乗していた乗客は 機内にいなかったという。リトアニア大統領、ギタナスナウセダは、ベラルーシ当局が、忌まわしい行動を実行したと非難した。また、彼は、ナトウと EU 各国に対し、ベラルーシ政府が、国際民間航空にもたらす脅威に、直ちに対応する、要要請する。国際社会は、これが繰り返されないように直ちに措置を講じなければ、ならないと述べた。また、 リトアニアの首相イングリダ・シモニーテは、ビリニュス国際空港での短い記者会見で、航空機の強制着陸とハイジャックについての審理前調査が始まったことを通知した。ギリシャの首相キリアコス・ミツオタキスは、航空機の強制着陸を衝撃的な行為と表現し、ベラルーシへの政治的圧力を強めなければならないと述べた。ギリシャの外相、ニコラス・デンディアスはこの事件を、 国によるハイジャックと表現した。5月26日、欧州連合と欧州航空安全機関は欧州の航空会社がベラルーシ領空を飛行することを正式に停止する命令を出した。6月4日、欧州連合はベラルーシの航空会社の領空の飛行を禁止した。ありがとうございます。